それではですね、今日はメンタリスというゲームの紹介をしていきたいと思うんですけども、1977年のゲームということで、かなり昔のゲームですね。評価は7.6、プレイ人数2ということで、7.6は結構高いですよね。ジャンルは2人用なんでアブストラクトになるんですけど、具体的に言えばタイル配置、記憶系となるんでしょうかと。プレイ時間書いてなかったんでわかんないですけど、40分ぐらいかな。で、重さが2.33となっております。 でこのゲームとの出会いということなんですが、かなり前ですけども、ebay で欲しいゲームがあったんで、 で、そいつをウォッチというかそ、その人が出してる商品を見てたら、この作品があったんで、一応、あの、一個だけゲーム買うのはね、もったいないから、よくありますよね。それも一緒に買うぞみたいな。で、したんだけど、そっちの方は競り負けたということで、買えずじまいだったんで、えー、一応ずっとウォッチしていた作品です。えー、BGG での評価も、あの、さっき7.6だったんで高く、えー、隠れた名作と。 いう評価も多いんですけども、国内ではあまり知られてないでしょう。知らんよね、みんなね。で、この作品が久しぶりにマーケットに出てたんで、気になって動画を撮ってみることにしました。で、ゲームボードなんですけど、これがプレイボードになっていて、緑側と赤側を担当して、 それぞれ、向かい合って座ると。で、ここの緑のエリアと赤のエリアっていうのは、これらのタイル、獲得したタイルを配置していく場所になっていて、12個置けるんだけども、12個置き切ったら勝ちだというゲームになってます。タイルは、表と裏があって、表は赤か緑、要は自分の陣営の色になっていて、裏はいろいろありますと。そんな構成になってます。えー、ゲームの準備ということで、50枚タイル、全部で50枚あって、 それを袋に入れてえ、各プレイヤーはどっちかを担当し、で、4枚ずつタイルを引きます。で、引いたタイルは、裏側は自分だけ見て、表はまあ出しとくと。だから何個持ってるかは分かる状態にしておく感じですかね。裏の模様は見えないようにしておくということです。で、さっき言った12枚タイル取ったら勝ちですと。手番にやることなんですけども、自分の手番には A、B、C のいずれか、 まず A は手元から1枚タイルを黄色のプレイエリアに配置するっていうのが A のアクション。で、B のアクションはすでに配置してあるタイルを裏返すっていうのが B のアクション。基本 A か B かどっちかなんだけど、手札が0になっている時は、さっきの山札というか袋から4枚補充するんですけど、その時にボードにあるタイルを2枚裏返してから補充しないといけないというルールになっております。 で、この ABC を順番に見ていきたいと思うんですけども、まず A、タイル配置を選んだ時には、黄色い真ん中のところに自分の手札からタイルを配置すると。好きなところに置くことができます。何も置かれてない時にはどこでもいいんだけども、すでにある時には既存のタイルと縦か横かで隣接するところに置かなければならないです。で、置く時には緑か赤の面を上にして置く必要があります。 なので、例えば、先手番のプレイヤーが、ここにピシッと置いたとすると、後手番は、ここの、これ1個目に配置したと仮定してなんですが、それの隣接するところ、この4箇所が置ける場所ということになっております。これがタイル配置になります。要は、何のためにタイル配置すんねん。目的は何やねんって話になるんですけども、ボードに自分の色、この場合赤が 2×2 で揃った場合、それを自分の色の得点エリアに移動すると。 いうことで、はじめに緑か赤か自分の陣地を決めるんだけれども、仮に赤ですと、赤のプレイヤーになった場合は、ボードを赤の自分のタイルが 2×2 の状態になることを目指すと。で、これが完成すれば、この4個のタイルをパシッと自分の得点エリアに持ってくることができます。このゲーム12枚タイル取ったら勝ちなんで、要はこの4、け× 2を3回やれば勝ちということになりますよね、ということなんですけど、逆に言えば、 自分のやったアクションが相手の色を4つ揃えることになっちゃうと、まさにオウンゴールで相手の得点になってしまうので、これは要注意と。絶対やったらあかんという行為になります。まあ、絶対やったらあかん言うても、やらなあかんことも出てくるかもしれないんですけどね。その時はタイルを裏返すを選択した場合なんですけど、赤か緑の面のタイルを1つ裏返すことができます。で、前の手番で相手が裏返したタイルは、 できない。ので、相手が例えば赤の裏が緑になってるタイルがあったとして、それをピシッと赤から緑とかってやると、次の番手の人はその緑を赤に戻すことはできんと。一回別の手を打ってからしなさいよということになっています。で、赤か緑以外のタイルはもう裏返すことができない。例えば黄色が もう見えた場合は、二度と黄色は元の赤か緑の裏がまあ仮に黄色だったとしたら、もう赤か緑には戻らないということになります。えっと、裏返した結果、赤か緑で 2×2 ができた場合は、さっきタイル配置した時と同じ効果が発動すると。緑のタイル裏返すぞ赤だったらいいのになとっ,って、はぁってやるところが赤だったら、自分のエリアに持ってくることができます。一番ありがちなのは、緑赤のタイルを自分が持っていて、 で、緑の面を上に置いといて、で、そいつの周りに自分の色が3つ揃うような形に色々細工して、それで、はーっと裏返して揃うっていうのが一番、まあいいパターンでしょうねというのは言えるかと思います。で、次はタイルを裏返した結果、黄色になったという場合なんですけど、黄色が出た場合は、その、 黄色のタイル以外の2位のタイルを一つ合法的な場所に移動させることができると。で、その結果、えー、緑か赤で 2×2 ができた時には除外して、えー、対応する人が得点します。黄色の 2×2 ができた場合は除外して手番プレイヤーが得点します。ということなんで、移動というのは、例えばここをめくって黄色が出ました。これ今赤の手番です。で、赤の手番で手札は、まあ、緑赤タイルしかなかったと。 次ここを相手が置く予定だぞとなった時にここに赤のタイルをピシッと置いて阻止することもできるけども相手がもしそれを裏返したらまあ緑確定しちゃうよねみたいな場合場面っていうのはあるかと思うんだけどもそういった場合などはここに配置するというアクションの代わりにじゃあこれの裏が緑以外だったらあの阻止することができるんでよしじゃあこれを裏返すぞみたいなアクションをまあ選んだというのが仮定の話です そして、はーっと裏返した結果、黄色が出たと。 いう場面を今想定してるんだけれども。で、そうすると、この黄色以外のタイルを、えー、移動させることができるんで、例えば盤面見てもらうと、ここの緑って邪魔だよねと。赤からすると、あと一個これをなんか置けりゃいいので、よしじゃあこれをどかすかみたいな感じで、ここをピュイッとどかすことができます。合法的な場所にって書いてあるんで、こいつを抜いて孤立させるみたいなことはできないよと。みんなくっついてる状態であればどれを動かしてもいいよ ということのようですですからまあこれをどけたとそうすると今回のアクションとしてはここを黄色にすることによって緑が四つ揃えることを阻止できたしまたここで自分が次逆に揃うぞっていうのは相手にプレッシャーをかけることができるということでなかなかうまいアクションだったというのは言えるのかなと思います次が青ですけども裏返して青が出たという場合の話なんですが青が出ると隣接する相手の色のタイルをチェック カーの容量で飛び越えなければならない。飛び越えた結果、飛び越えられたタイルと、えー、今移動した青のタイルは除外します。で、連鎖できます。で、何も飛び越えることができなかったら、その青のタイルを除外して、相手の得点になります。ということを言ってます。で、例を見てみると、例えばこの緑を裏返したら青だったという場合、もう緑の手番です。で、緑の手番だったら、相手の駒を飛び越えなければならないので、 ここの赤を飛び越えることができる。まあ、チェッカーの要領なんで、飛び越えた先にブランクだったら飛び越えれます。ということで、ここにピュッと来れる。さらに連鎖できるから、ここにも来れる。けど、飛び越えれるのは相手のコマだけなんで、黄色は飛び越えれないよ、ということになっています。で、そうした結果、2個ピュッピュッと飛び越えることができたんで、飛び越えられた赤のコマと、えー、緑のタイルが、それぞれ自分の得点にすることができます。これが青の効果になります。 それから次は黒ですけども、もし黒が出た場合は、黒は要はもうペナルティとかお邪魔というかの効果になっていて、自分がすでに取っているタイルがあれば、それを相手に渡さなければならないです。で、何も持ってない時には袋から引いて相手の得点エリアに置きます。 で、その後黒いタイルは元に戻す。例を見てみると、この状況で3つタイルを持っていて緑の手番です。で左下の緑をさっきの要領でいくと、これが青だったらいいのになぁと思って、はぁーっとめくったら黒だったと。 すると、自分の3つ持ってる中から選ぶ理由何もないんで、1個相手に渡して、で、この黒は元に戻すということで、またここを誰かがめくっちゃうと、えー、またペナルティになるよと。で、さっきの黄色のとかが出ると、これがいろんなところに動かされる可能性があるんで、もうどこに何があったのかそのうちわからなくなってしまうよというのがあるんだろうなというのを思っております。戻すのが憎いよね。で、えー、C のアクション。 については、手札がゼロの時に強制的にやらないといけないアクションですけども、ボード上のタイルを2枚裏返してから4枚補充になっています。で、もしボード上にめくれるタイルが2個未満の場合は、できる限りめくらなければならないと。とにかく、裏返せるやつは裏返せということになっています。もちろん、あの、相手が前の手番で裏返したタイルは対象にはならないんで、それ以外で青緑のタイルがっていう意味にはなります。 で例えばこれ今あの赤の手番です。で手元のタイルが0枚ですとなった場合は、 ボードのタイルを2枚裏返さないといけないで。で、左下のこのタイルは相手が前回裏返したタイルだとすると、それ以外のここの赤か緑のタイルを2個裏返さないといけない。で、これはもう強制的にどれかは2枚裏返すよと。でも例えばこの2つ選んだとすると順番に処理していく。まあこれをはーっとめくったらそれが黒だったらまた黒の処理するし、みたいなのをそれぞれ順番に処理していく。要は B のアクションを2回強制的にやらされるということになります。で、多分こういうのをや、繰り返してると、 もうどこに何があったかどんどん分からんようになってくるんやろうなという気はしております。で、それやった後4枚補充します。っていうのがもうルールなんで、これであとひたすらやっていくんですけども、実際にやるとなると多分さっぱり分からんやろうなということにはなるんですが、戦略として一応書かれているのが相手の色で 2×2 のパターンを作らせないようにしましょう。当たり前やと。分かっとるわいと。 いうのはあるんですけど、初手は裏が青のタイルをプレイするのが一応定石なんだ、みたいなことは書いてました。でこれどういうことかっていうと、まあ、緑の手番で一手目に裏が青のタイルを、赤をピッとこう置いたとすると、このタイルの周りに相手は絶対置かないといけないですよね、ということにまずなってます。で、相手を置いたら、 4箇所のどっかに置いたら必ずこの青に隣接することになるんだけれども、相手が隣接するところに自分の色を出した場合、今度また緑の手番になった時に、これをピュッと裏返すことをやれや、これを1個ピュッと飛び越えて2個自分の特定にすることができるんで、相手にプレッシャーかけられますよね。相手が、ああ、そうか、あいつ青を出しとるかもしれんな。とそしたら俺の色出したらまずいよな、みたいなので、相手は考えて、じゃあ飛ばれたら嫌だから、じゃあ相手の色を置いてやるか、みたいな感じになると。 いうことは、えー、十分考えられると。で、逆にこっちからするとどうせ相手、青だとビビって自分の色を置いてくれるんだったら、初めから裏が青じゃないのを置いて自分の色を固めたいよねっていうことにもなるんで、そういう読み合いっていうのが起こるんだろうな、といった感じのゲームと言えるでしょう。これがメンタリストというゲーム紹介なんですけど、まあ今説明した通り、記憶ゲームなところはかなり あるんですけども、とはいえ、置いたタイルっていうのは、配置した人しかわかんないから、覚えれないよねとどうせ、どっちみちねと。覚えようと思っても、ああ、もう覚えんの無理って絶対なるような気がするので、記憶芸の要素が強いのに、記憶しきれないから、もう記憶できねえっていうところに、 落とし込んでいるのが非常に素晴らしいルールな気がしてます。で、裏返した時の色によって効果が変わるっていうのも非常によくて、特に黒がいやらしいよね。うわぁ、黒出たっていうのがあるし、移動できるからもう場所で覚えるのは難しいよというのが非常によく聞いとると。 で、絶対これ、めくったときに、ああ、これさっきめくったやつ、アフェアーとかね。あと、自分は黒の位置をかってるから、相手が、よし、めくれ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 、とかって思っててね、めくって、ああってなったときのもう快感はさ、たまらんやろうな、という気がもう読めるんで、まあ、こいつはぜひやりたいな、と。 いうのは思います。まあ、ああの、相手がね、すっげえ記憶が得意な人とやると、全然勝てねえって絶望感になると思うんで、例えばあの、おかずさんみたいな人とやると、絶望感になるんでしょうけど、春さんぐらいだったら多分春さん記憶系苦手なはずなんで、非常に、うん、いいんじゃないかなという気はしてます。ということで、これがメンタリストというゲームの紹介です。これはぜひやりたいゲームだなと思ってます。はい。 以上となります。えー、アトクチャンネルでは、えー、ゲームの紹介からプレイ動画の方を主に扱ってます。もしこの動画がですね、面白かったとか、えー、ためになったと思っていただければですね、私のモチベーション向上のためにも、えー、いいねボタンからチャンネル登録の方をよろしくお願いします。はい、本日は以上となります。さようなら。